子ども・子育て政策の第一の柱である、経済的支援の中心になるのは児童手当拡充です。所得制限撤廃を先導してきた国民民主党は、子ども・子育て政策の受益者は子ども自身であり、所得制限を設けるべきではないと考え、今国会でも所得制限撤廃法案を三度提出します。所得制限撤廃とともに、給与水準引き上げ、高校生までの対象拡大、多子世帯への上乗せの4点について、 これらを行う意思があるか否か否総理に伺います児童手当について、所得制限の撤廃をはじめ、さまざまなご提案をいただきました。あのまあ、こうした国会での議論も踏まえつつ、まあ、経済的支援の強化を含む子ども・子育て政策の強化について、子ども政策担当大臣に指示をした基本的方向性に沿って、具体策の検討を進めてまいります。